大丈夫？はい。あれかも、今、収録開始したからかもしれない。ああ。一瞬切れたのかも。きっと大丈夫なはず。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。はい。ショーノートは送りましたんで。ちょっと先月ね、やっていただこうと思ったんですけど、僕の方が体調悪くて、ちょっとお休みさせてもらって。そうなんですね。なんか12月もやってなかったですよね。12月は、あれなんですよ。やったというか、一人で話した感じですね。ああ、そう、なるほど。そういうことだった。総集編みたいなのを、一人で、15分ぐらい話して終了って感じで、ゲストの人呼ばないで、軽くやっただけですね。そっか、そういう回もあるって言ってましまあ、本当は、なんかやろうかなと思ったんですよ。なんか、初めて、複数人の人で会話してみませんかっていう提案があって、たね。うんうん。やろうかなと思ったんですけど、なんかめんどくさくなってやめちゃいました 複数に難しそうですね。ね。ちゃんとこうお題決めて、なんかモデレーターみたいな人がいないと、そうですね。回すスキル始めようがかなって。ないといけないですかね。そんなちゃんとした感じでやったことないから、なんかいいかなと思って。まあ機会があったらやりたいんですけどね。まあ、今回はいいかなと思って。なるほど。さっきマシン変えたっていう話があったんで、ちょっとそこから行きますか。あ、そこ行きますか。あまり面白くないと思いますけどね。なんか普通にノート PC5 年前ぐらいに買ったやつが、なんか SSD を寒くなると認識しなくなっちゃって、なんか温めると認識するみたいな感じになっちゃったんで、嫌だなと思って、普通に PC 買い替えましたね。それは、ラップトップを買い替えた感じですかあ、そうっす、ラップトップ買い替えました。ね。あははは。そうなんですよ。で、なんかずっと NEC のウルトラブックって今言わないんですかね。なんか 700g ぐらいのやつを使なんっかてて。ちょっとちっちゃい、運びやすい軽いやつっすよね。そうそうですね。それで買ったつもりになってたら、なんか同じ PC 名なんですけど、なんか重いバージョンがあって、そっち買っちゃって、ちょっとショック受けてる感じなんですけど。そうっす完ね。全に騙されちゃった感じじゃないですか。でも安かったから良かったです。もう全然持ち歩かないですしね。前までは、なんか休日とかは外でコーヒー飲みながらやるみたいなのあったんですけど。今、全然行かないんで、コロナで。重くても良かったのかなっていう感じであります。そっか、多分、バッテリーとかは、もう1時間とかしか持たない系のやつですかね、じあ、もともと使ってたやつですか？ゃあ。その新しく買った大きいラップトップ。いや、でも、持ちますけどね、3時間、4時間ぐらい。まあ、それはなんあか、んま持たないかもしれないですけど。持ち運ぶ系の、いわゆるモバイルノート PC とか、まあ、MacBook とかそうなんですけど、前のはなんか、外で長時間やるように、バッテリー結構多めの積んでたりとか、するんで、そういうのじゃなくて、ノート PC なんだけど、据え置きで使うような、例えばなんかゲーミングノートみたいなやつとかあるじゃないですか。前のはもう、基本はバッテリーで駆動させるんじゃなくて、もう基本電源つなぎっぱなしで、ずっとやってくださいね、みたいなやつなんで。まあ、ああいうのだともう本当に持ち運びはもう完全に不可能って感じなんで。まあ、一応そういうのじゃなくて、モバイル軽のくやだっつですたら。ね。まあ、じゃあいいんじゃないですかね。そうっすね。でもなんか、すごい軽かったのから変わるとちょっとショックはあります。まあ、でも言うても多分、1キロ、とかぐらいじゃない。さすがにちょっと2キロになっちゃうとだいぶ重いイメージはあるんですけど、1から1.5ぐらいだったら、まあ、ギリギリ許容できそうな感じはしますけどね。そうですね。そうなんですよ。で、まあなんか OS も前まで Linux を入れてたんですけど、なんかやっぱ Zoom とかそういうのを入れると、入れて話したりしたりとか、なんか
そうっすね。そういうの考えると、Windows か Mac の方がいいのかなって思って、うん、今 Windows 中心にして、なんか開発とかしたくなったら、その VMware プレイヤーとか、バーチャルボックスとかで Linux 立てればいいや、みたいな感じになりましたね。うん、なるほど。Windows って、多分、今11ですかね。11ですね。うん。なんか11はあれなんじゃないですか。Windows の上で Linux 動くやつが、だいぶちゃんと動くようになったみたいなのを聞きましたけど。ああ。やっぱ微妙なんですかね、あれは。いや、いや、これは試してないですね。前の PC で試したことあったんですけど、うん、なんか、確かにその時は、そのディスクの書き込みとかめちゃくちゃ遅くて、全然使い物にならなかったんですけど、うん、新しいの、そうかもしれないですね。まあ試してないですね。うん。うん、まあなんかでも、なんだかんだで、バーチャルボックスでこう Linux 立ち上げるとかってした方が、結局なんか回りくどいことしなくて済むみたいなのはあるから、まあ、ダイレクトでやっぱり Linux 使った方が楽だな、楽みたいな気はしますけどね。そうなんですよね。うん。なんかやっぱスナップショットとか撮れるので、なんか思い切ったことしたくなった時とか、なるほど。いいんですよね。うん、確かに。あとなんか、VMware Workstation の方今扱ってるんですけど、うん、なんか Unity モードっていうのがあって、普通に Windows の1ウィンドウに、Emacs とか出せるんですよ。VM の中入んなくても。これで、結構十分なのかなっていう感じは出てます。仮想デスクトップみたいな感じで。ああ、仮想ウィンドウかもしれない。仮想ウィンドウか。そうなんですよね。Windows もなんか、仮想デスクトップってあるじゃないですか。デスクトップ横にギュって動かしたりするやつ。なんでしたっけ？ Mac でもなんか名前ありますよね。なんか4本指で左右、はい、コンピズみたいな。いね、はい、うん。あ、エクスポーズでしたっけ？なんか、そういうのあると思うんですけど。あれが、Windows も、できたので、すごいいいっすね、うん。なるほど。なんか、僕、あれなんですよ。マルチディスプレイが嫌いなんですよね。ディスプレイを複数置くのが、かっこ悪いと思ってて。うん。なんか、だったらこう、なんですかね。画面を切り替えればいいと思うんですよね。その、別の画面に。うん。あ、伝ってますかね。いや、伝わってますよ。あ、なんで、仮想デスクトップが Windows に入ったのはすごい助かってますね。なるほど。まあ自分もディスプレイ繋がないで基本は、まあマルチウィンドウみたいな、マルチデスクトップみたいな、仮想デスクトップみたいなのやりますけど、まあめんどくさいのは繋いでると移動できないんで、いちいち外さないといけなくなっちゃうんで、まあ、僕も基本は MacBook 1台でやってて、で、まあ、仕事してる部屋は基本リビングか、もう一部屋あるんでそこなんですけど、今下の子がまだちっちゃくて家にいるんですけど、やっぱ お昼寝とかリビングでするんで、その時間リビングにいてカタカタやってると結構起きちゃったりするんで、まあ他の部屋に行って作業するの結構頻繁にやってるんで、まあそうなるとディスプレイ繋いでたり、周辺機器をこういっぱい繋いでたりするとめんどくさいんで、なるべく身軽にするんで、まあ何も繋がない状態で、なるべく作業するようにするんで、やるとしたらまあさっきみたいに仮想デスクトップみたいな感じになっちゃうかなって感じですかね。そうですよね。やっぱり。うん、やっぱ同じ人もいるんですねっていう、ちょっと喜びがあります。まあ人によってこうなんか、デスクトップ二つ繋げて常に片方には、なんだろう、固定のその、ウィンドウ、例えばなんかエディターとか、開発してる人だったらなんかずっとエディターをこう、開いておくとか、もしくは、なんかスラックずっとそっちで開いておいて、常に見えるようにしとくとか、そういう人もいるんで、
まあ、慣れの部分が大きいとは思うけど、慣れちゃえばまあ、どっちでもいいかなって感じかな。まあ、効率的にもそんなに、一個のデスクトップでこうカチカチ切り替えるの。でも、そんなに効率は悪くないかなって気はしますけどね。そうですね。でもちょっとそう思います。なんかまあ、デスクが、ディスプレイ大きい方が没入感っていいっていうのはあるかもしれないですけどね。ディスプレイ、まあ、大きいが見やすいから、まあ、いいかもしれないね。なんか自分とか、最近、エディターとかの文字とか、まあ、あとは、ブラウザもそうなんですけど、結構、フォントサイズ上げるんですよ。デフォルトだと14とかなんですけど、エディターは。まあ、それだともちっちゃくて結構見えないのが多くて、18とかに上げるんですよ。で、そうすると、エディター開くと、その1行が、もうある程度の長さになっちゃうとすぐ開業になっちゃうんで、なんか見づらくなるんですよね。だからそういう時は、やっぱでっかいディスプレイ繋いでた方が、見やすい時がある。まあでもそれぐらいかなって感じかな。そうです。僕とか8ポイントとかにしますね。おー、見える？ギリギリ見えます。8 ポイントはすごいね。ですね。米粒ぐらいじゃないですかね。米粒とまでは言わないですけどね。なんかギリギリこう、パッと見で見えるみたいすごいな。な。ですね。なんか前も話したような気がします。関数名とか変数名とか、長いのをつけちゃうんで、ああ、そっかそっか。なるほど。そういうすぐ、趣味なさっのきの、自分の逆の現象かだから。で。そうなんです。自分が関数名短くするから、なるべく文字大きいけど、関数長くする人は、文字ちっちゃくしないと確かに開業しちゃうのか。しちゃうんです。なるほど。いや、そういうの考えたらやっぱ、カスメとか長くするしすぎるのも考えもんなんですね。まあ分かりやすくはなるんだけどね。名前つけるというか、短いと分かんないとかあっちゃうから。そうなんですよちなみね。に、Windows にしたのは、なぜというか、なんとなく？Mac じゃなくて Windows にしたのですか？そうっすね、そうですね。それ結構悩んだんですよね。悩んだんですよね。でも、まあなんか一番大きいのは、妻が Mac 持ってるんで、Mac 試したくなったら借りればいいかっていああ、なうるほのど。まと、あ、あるっ Adobe てとことでか。すね。あはそうはは。ですね。じゃあ、まあ確かに。あと、まあ、会社の環境が Windows なんで、なんかこう、Windows で、なんか、なんですかね、改善的なことしたいなって思ったら、やっぱ自宅も Windows そっだったか。方が、できるんだろうなっていう気がして、Windows 使った、だったと思いますね。まあ、もう最近はあんまり Windows がすごいいいとか、Mac がすごいいいとかっていうのはあんまりもうないかなと思ってて、まあ自分もどっちでもいいかなと思ってるんですけど、まあ、Windows の方がいいと思うのは、やっぱゲームするのは Windows の方がいいと思うんですよ。そうですよね。PC ゲーム動かすんであれば、Mac が結構動かないの多くて、できないのあるんで、てかもう、そもそも Mac は、その、グラフィックボードとか、もうあの辺が弱々なんで、ちょっとゲームする環境としては全然適してないんで、もうゲームやるならやっぱ Windows 一択になるし、あとは、まあ、Mac に限って言うと、Mac の場合は MacOS アプリとか iPhone アプリ、そう作るのは、もうほぼ Mac がないとできないんで、もうそれを仕事なり趣味でやってる人的にはもう Mac 一択になっちゃうかなっていう感じかな。そうですよね。Steam とか Windows じゃないと動かないの多いですしね。厳しいですね。ほぼないかな。まああるのはあるんですけど。なんか Mac 動かいいしてもなっなんてか思っ全た然動かないとのは、か。なんかまあ、なんですかね。
ディスプレイが綺麗なのは前からなんですけど、なんか最近オーディオがすごい良くなってませんか？なんか、その MacBook Pro だと。うん。なんか音とかすごい良くなってるなって感じてて。動画とか。MacBook Pro とかそうかもね。うん。あれで見る、動画とか見るようだったら、そっちの方がいいんだろうなって。思ってたんですけど。どうなんだろう？でも、さすがに 2.1 チャンネルぐらいなのかなって、3チャンネルとかはない気がするけど、あんのかな？まあその、空間オーディオみたいなやつをやったりとか、は多分できない気もするけど、どうなんだろうな。ですかね。多分 AirPods あるじゃないですか。はいはいはい。あの、耳に突っ込むやつ。いや耳に突っ込むやつ。そうそう。うん、あれは、なんかプロとかだと、空間オーディオできるんで、やるならあっちなのかなって気がするかな。なんかでも最近なんか Apple TV の付属品みたいなので、ありますよね、うんうん、なんか。奥スピーカーみたいなのありますよね。ああ、はい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 、ありますね。あの、Apple が出してるやつですよね。そうですね。5の奥とやっぱ全然違うんですか？忘れちゃいました。いや、どうなんだろう。あれは、あれもなんか複数置くとなんかメッシュでできるみたいなの聞きましたけどね。うん。繋いで、遠くの人とそれで会話できるみたいなの聞きましたけど。どうなんだろうな。音響はでもやっぱり、なんかちゃんとそういうの、スピーカー、5.1 チャンネル、サラウンドスピーカーとか、なんかああいうの買った方がいいような気もするけどな。うん。ホームシアターセットみたいな。いや、うちは、そんなのかな。テレビの2チャンネルぐらいだけっす、ね、普通の。十分ですよ。まあ、十分かな。まあ、映画とかすごい好きな人とかもね、そういうのこだわるんですけど。まあ、普通に見れればいいかなって感じかな。そうですよね。逆になんか違い分かるようになっちゃうとお金かかりそうで良くないですよ。なんか、オーディオ系は結構こだわり出すと宗教的な話になるような気もするんで。そうっす。ハイレゾじゃないともう聞けないとか。なんかプラグが金じゃないとダメとか。よくわかんないですけど。そうね。アンプから始まる。みたいな。そう。なんか部屋からこだわり出しちゃいますもんね。すごいさ。そう防音室じゃないととかね。そうなんです。すいません。PC はそんな感じでした。はい。まあ同じような感じでサーバーをなくした話？ああ、そうですね。で、サーバー、そうですね。なくした話だと、もう大きかったんです。捨てようと思ったんですけど、古いし。なんか、あれなんですよね。リネットってあるじゃないですか。はい。無料で回収してくれるんですね。リネットって、あれですよね。自分が知ってるリネットって洗濯、クリーニングのリネット。ってあるんですけど、そのリネットじゃない。あ、すいません。ちょっと切れちゃってました。何があるんでしょうか。クリーニングにリネットってあるんですけど、そのリネットじゃない。そのリネットじゃないと思います。あ、本当だ、パソコンも出てくる。はい。あ、本当だ、パソコンの回収であるんですね。リネットジャパンっていうのが。1台で無料で。データ消去を含めると有料なんですけど、なるほど。ハードディスク抜いて捨てたんで、無料で回収されて、すごいなって思いました。これはどんな古いのでもいいんですかね。ああ、どんな古いのでも良かったです。モニターとか周辺機器も含めて、OK。いやー、多分そうですね。そうなんですけど、僕はモニターとか捨てなかったんで。ああ、なるほど。やってないんで。マシンだけ。ちょっと違うかもしれないですけど、そうですね。でもなんか2代目から確か。あ、そうですね。捨てました。やっぱあれなんですか。売ったりするんですか？いやー、まあ、どうだろう。スペックによるんじゃないですか。もう本当に古くて、
もう、例えば CPU とかも、なんか、インテルの第1、第2世代とか、もうそれ以下のやつとか使ってるともう、正直何も使えないんで、もうそういうのはもう廃棄でもいいかなと思うんですけど、まだちょろっと現役で使えそうなレベルとかで、なんかあるんだったら、とりあえずマイニングさしとくみたいな。あ、グラボも積んでるとかあったね。あとは、ま、でかすぎて本当に邪魔だったら、捨ててもいいかなって感じかな。タワー型でした、捨てたの。あ、タワー型ですね。ああ、じゃあ邪魔っすね。でも、シャーシ型の方が、シャーシ型のタワーですよね。インテルナックみたいなやつだったら、邪魔じゃないですか。まあ、PC じゃなくてもいいっすけど、最近のやつ結構ちっちゃいのあるじゃん。まあ、あとは、あります、あります。こう自作でこう組んで、本当に必要最低限のパーツだけ組み合わせても、ケースなしでみたいな。まあ、そういう状態にしちゃえば結構スマートなんで。そうっすよね。最近だからラズケーベスがリーでいっかぱいんいだよね、あ入れちゃれ。ったりとか。そうっそうすそうね。そう、ちなみにそれは何年前ぐらいのマシンだったんですか？もう、入社して、なんか最初のボーナスかなんかで買ったんで、なるほど。じゃあめもうちゃく10ちゃ年ぐらい前10か。年前ぐらいのやつ。ああ、じゃあいいかな。そまあ、あとは、パーツだけ分解して、ここに売るみたいな手もよくありますけど、うなんまあ、なんかそれは、それでめんどくさいんですよね。出品したりとか、そう配なんで送すしたよ。りとか、ね。めんどくさいです。もとめもんどとくさ買っい。たのも、なんか2、3、当時2、3万ぐらいで作れたやつなんで、なんか売っても、すごい、ちょろっとしかならないかそうなっね。ていうのは。いいっすね、断捨離。ああ、そうなんですよね。めちゃくちゃでも、もう技術書とかは、ほぼ捨ててますね、最近。おお、いいね。そうなんですよ。気に入った本やはつしか。自炊してから捨ててます？いや、自信せずに捨てますおお。ね。それはだいぶアなんグレッか、シブっすね。まあ、自炊もいいとは思うんですけど、なんかもう、頭の中に残す気持ちで捨ててくのがいいかなって思ってますね。なるほど。自分は一応してますけどね、自炊は。ああ、自炊してるんですか。まあ、してますというか、昔その持ってたやつは2、3冊ぐらいしかなかったんで、それ自炊して以降は全部、電子本しか買わないんで、やってないですけど、初めの時だけは、すげえめんどくさかったけど、やりましたね、一応。そうですよね。なんか、まあ、古いやつとかあったらいいのかな。そうなんですよね。なんか、こう、やっぱ本読み返すときって、あの本のあの場所を読みたいとか、読んで広めたいみたいなときじゃないですか。で、なんか、本で、その自炊するってなる、するのって、もう電子書籍で売ってないやつをするじゃないですか。ああ、確かにね。なんか、電子書籍売ってるやつはまあまた電子書籍で買えるのでっていう気持ちになると。なんかそうすると、なんかこう、あの本のこの部分を引用したいとか広めたいみたいな時に広められないんですよね。なんか、ああ、絶版になってましたみたいなのあって。確かに。なんかまあ、有名な書籍だけ取っとくのがいいのかなっていう気持ちになってます。そうね。将来的になってくれるといいけど、結構なんか有名な本とかでも、未だにこう、Kindle 化されてないとかあるんで、あります、ね、そういうの捨てちゃうと確かに。まあ、もう一回買えばいいんじゃないですか。そうですね。いや、でも SICP ってご存知ですかね。だけどなんかピアソンってなくなっちゃったじゃないですか、本。で、そう、ピアソンの本はなぜ、なんか、全部取っといてます。あ これが、なんか、珍しいのかなって言って。
良くないですね。そういう基準ですよ。でも、もしかすると、プレミアついて、高くなったりとかもあるんじゃないですか。いや、技術も高くなってますね。ピアソンの本、うん、だよね、うん。なんかありそう。すいません。そんな感じです。断捨離してます。うん。自分も断捨離結構去年したんですよ。うんうん。なんか言ってましたね。頑張ったポイントで、断捨離して、いろんなの売ったり捨てたりして、身の回りを本当に軽くしてみたら、結構なんか、気持ち的にすごい楽になったというか、生きやすくなった気がしますね。うん。物を持ってると、なんかそれを管理するコストみたいなのが発生して、それが結構なくなったというか、そこのカタルシスがすごいあって、いいなっていうのを、感じれたんで、引き続き断捨離したいなと思ってるんですけどね。そうね。なかなか難しいですよね。やろうと思ってたのに、まあ、全部捨てるのは無理なんでね。はい。断捨離の話。あとは、競馬？競馬？ちょっと僕の話ばかりですね。競馬は、あれですね。うん、なんか本当、昔学生の頃ちょっとだけ、その競馬場行って遊んだりしてたんですけど、うん、ほんま、なんか、そんなにハマってたわけじゃなくて、本当競馬場見に行くみたいな感じだったんですけど、年末ぐらいに、ちょっとやってみたら、なんかたまたま最初の方が当たって、うん、わーと思ってやってたっていう感じです。なるほど。なんか、一日こう、やっぱりいろんな情報をかき集めて、やってみても、うん、結局これは、運だなってすごい思いましたね。そんな、情報集めても当たるわけじゃないし。そうですね。なんか、何ですかね。なんか同じ馬が多分10回走らせたら絶対全部違う順位で来るなっていうのがなんとなく分かってきて、これはこれで稼ごうと思ったらいけないだろうなって。まあ稼ぐの抜きにして、なんかこう人気の馬のキャラクターとか、キャラクターってなんかそのエピソードとかを見るのが楽しいなって感じ。なるほど。うん、なんか野球選手みたいな感じで、なんか最初見るのはあんま面白くないんですけど、なんかずっと見てると、あの時ホームラン打った選手だって言って、見てるようになるみたいな楽しさがあるなって思いました、ね。なるほど。はい。競馬って結構まあ楽しみ方はいろいろあると思ってて、まあ本当に単純にその予想するのも好きな人もいるし、さっきみたいにその、馬名鑑みたいなこう眺めて好きな人も、いると思うんで。まあ、楽しみ方は人それぞれだと思うんですけど。まあ、極論ギャンブルなんで、さっき言ったみたいに、まあ完全運っちゃ完全運っすよね。そうですね。で、しかも、多分競馬みたいなギャンブルは、自分のその、力量でどうにかなるっていうのじゃなくて、もちろんその予想するみたいなので、そこの知恵みたいなのはあるかもしれないですけど、まあ多分そこが介入するのって本当にごくわずかで、98% ぐらい、もう運の世界なのかなっていうギャンブルなんで。そうですね。それは確かに難しいかな。なんかギャンブルっていろいろあって、その自分の力でなんとか頑張れるのもいくつかあるじゃないですか。はいはいはい。例えばなんだ、まあ、パチンコもちょっと完全運かもしれないですけどね。自分の引き次第でなんかなるみたいな。ギャンブルとかだと、運の要素が多少薄れて、自分の力でなんとかできる要素が増えると、まあ勝率も上がるのかな。まあ宝くじとかもね、完全運なんで。うん、ああいうのももう。麻雀とかですよね。ああ、そうだね。麻雀とか。まあ麻雀かけちゃダメですけどね。ポーカーとか。すいません。ああ。ポーカーとか。麻雀とか。あとは、
まあ、そういうテーブルゲーム系とかかな、あるとしたら。運以外の要素で自分で勝てるようなやつとかね。あとはあれそうっか。す。あ、でもどうだろうな。まあ、株とか、為替とか、まあ、あと暗号通貨ああ。みたいな、ああいう、まあでもあれも予測だから、難しいかな。ちょっとあれです運よ要素ね。はだいぶ絡むからな。自競馬と分まはたちな似みてにるか。競馬は全くやらないんで、予想とか買ったこともないかもしんないな。一時期、競馬の予想を機械学習でやってみるみたいなのをやってたんですよ。で、自分もやってたんですけど、まあ、やっぱり、もう先駆者がいて、まあ、いる、なんだっけな、競馬の予想する AI 有名なやつがあるんですけど、まあ、やっぱりそういうのに比べると全然精度出なかったんで、まあ、やめちゃったんですけど、まあ、それで一時期、その過去のレースデータをこう、なんか公開してるんですよね、JRA がなんか。そのレースデータみたいな公開してて、その馬の、その体重とか、そのもちろん人気、何番目とか、オッズみたいなのから、なんかその騎手が乗ってる人が誰とか、何枠ですよとか、まあ全部なんかデータが結構細かく、機械学習で使えるデータが公開されてて、まあそれでこう、いろいろと学習させてみたりしたんですけど、まあやっぱり当たんないっすよね。当たんないっすよね。まあ、でも、なんだろう。平均80とかですけど、まあ、80よりは高くできますけど、100より高くは、なかなかならないっぽいっすよね、やっぱり。なんか、そうなんですよ。やってみると面白くて、なんか結構そう予想士みたいなのがいるんですよね。その中に AI もいるんですけど。なんかそれ、なんか事前に買って、予想のためにするみたいな感じになってるんですけど、なんか、レースが終わった後見れるんですよ。なんか、どういう予想してたかみたいな。なんか、でも、その中には、なんていうか、今年その150%の戻りがありますみたいなのが出てるんですけど、それなんか予想士も、なんか1000人ぐらいいる中の、たまたま当たってる人なだけなんで、俺は、まあ、その人が買ったからといって、これから取るわけじゃないだろうな、とか、思いますね。AI も、なんか、やっぱ100超えてないんで、やっぱり、まあ、運無な理んだだな、っろうていう。ね。そうっす。だって、ね、すごいじゃあ、本当に精度がいいような AI が、ね、できて、まあ、あったとして、もうい、そうね、その馬がやる気なかったら、もう終了じゃないですか。そうすんで。もう極論、あ、もういいかな、みたいな。直前で、走る直前にか、もうなんかやる気ないな、みたいな。馬のその気分一つで全然変わっちゃうんで。もうそういう要素がある時点でもう本当に、多分もう AI とかそういう予想屋さんの、なんだろ、予想っていうのは、その自分の、その予想したのの裏付けというか、AI がこう予想してて自分もこう予想したからいいだろうなっていうなんか裏付けをしてくれるだけであって、多分もう完全にそれを信じてやるっていう感じの話じゃないかなって気がしますかね。そうですね。いや。まあでもどうなんだろう。なんか、競馬って一応なんか買い方があるじゃないですか。ありますね。だからそこをうま流くやっし。てる人は、もしかしたら、すごい勝てるわけじゃないけど、101とか102ぐらいにはなんかできんじゃないですか。だから1番から、なんだっけ、1番から3番までを当てるのとかあるんですよね。順三番連は覇。何でもよくて、三連順複で番すね。も、3連複か。順番も当てなきゃいけないのもあるし、順番はいいけど、先頭3着当ててね、みたいなのもあるじゃないですか。でもなんか倍率下がっちゃいますよ、みたいな。だからまあ、ああいうのの買い方をうまく工夫してやれば、なんかこう AI のやつも、まあちょっとぐらい良くなるのかなって気がするかな。まあでも確かになんか、レースによっては、なんかの理由で、なんかすごい人気が出てる馬とかいて、引退するとか、
そういうのだと、まあ、なんか、なんですかね、本来よりも、他の倍率高くなったりしてて、そういう、なんか、歪みみたいなのを狙えて、このレースは、いいぞっていうのまでやったら、もしかして100超えるのかもしれないですね。期待値みたいなのが高いやつの。いや、でもそういうのも考慮してんじゃないですかね。あ、でも、何ですかね。僕が見たやつは、やっぱ全レース AI でやっててるやつ多かったですね。とか、なんか、重賞だけやってるみたいな。ああ、そういうこペナと？レスだけやってるみたいなやつが多かったんで。あもしかしてそういうのやったら、期待値みたいなのやったら、変わってくるのかもしれないですね。そうね。なんか競馬のファンの人って、ちょっと自分は全然わかんないですけど、その、競馬ってその一日何十レースもやるんですよね。ああ、そうですね。で、なんかその、G1 とか G2 とかある中で、なんかその最後の方に、その日の最後の方に、その G3 とか G2 とかをやって、なんかそういうレースの方が、なんか賞金が高いから、ああ、は馬も本気で走るみたいな。で、騎手もちゃんとやるみたいな。話を聞いたことがあって、そこのバイアスがかかると、結構その、オッズ通りに来るみたいなのを聞いたことがあって、だから G1 とか、そういう重賞レースっていうのは、なんかよく買うんだよ、みたいな話を聞いたことありますね。いや、そうと思いますね。なんかやっぱ賞金が安い適当なレースは 出勤がない力抜適く当んなだ、レーみスたいは、そうですね。なんか調整目的で出たりしてるのもあるみたいです。な。ああ、そういうことか。でも意外となんかそういうレースで万馬券出たりとか、なんかする感じのイメージありますけどね。なんかそうですね。なんだろう。そんな調整目的とか出るんで、急に太ったりとか。なんか今まで全然ダメだったやつが急に走ったりするんで、割となんか重賞よりも出やすいイメージありますね。そうなんだ。まあ、なんか競馬じゃなくて、ボート、競艇とか、競輪とかあるじゃないですか。ああいうのやんないですか？ 全然やんないです。あ、それはやんないんだ。何なんですかね。なんか、やっぱでも、馬と人間が乗ってるのがなんか、いいんでしょうね。なんかちょっとかっこいいですもんね。確かなるに。ほど。はい。ギャンブルトーク。そうっあすとね。は、この技術ブログのやつ。ああ、そうですね。これちょっと聞いてみたかったですね。まあ、これはそっか、なん質か、問か。ああ、そうです、そうですね。いや、なんか、なんで書くのか、そうですね。なんか、V エキスパートってのになってて、今まで結構登壇してたから、VMA の、なんか、MVP みたいなやつなんですけど、なんで結構登壇してたので、ならせてもらってたんですけど、なんか今、登壇とか、なんですか、リアルでできなくて、あんまり僕リモートで登壇するのって、その後のフリートークとかがないんで、魅力感じてなくて、なんか、そしたらまあ、やるとしたらブログなのかなと思っているんですけど、なんか前、まあ、ちらっと自分のメモ書きみたいなのをブログとして載せてたんですけど、なんか、まあ、改めてやろうと思うと、なんかどういうふうにやるのかっていうのが難しいなと思ってて、なんかもう、めちゃくちゃ気軽にやったこととか書いていけばいいのかなって思うんですけど、なんか、それを晒すのも、なんかいいことあるかなってなって、自分の、本当にまあ、ブログですね。なんか、吉田さん書いてるじゃないですか。まあ、最近なんかでも更新頻度すごい減ってます。この2、3年ぐらい。なんか、なんですけど、どういう気持ちで書いてるのかなと。思ってますね。なんかやっぱ自分用自分のの記立録場で。だけで話すと、実は今もブログ書いてるんですよ、毎日。あ、そうなんですか。今の自分のアカウントのブログ.kakagekei.com の方に投稿してないだけで、別の方にはほぼ毎日投稿してるんですよ。で、まあなんか、
なんだろうな、コンテキストを分けた感じではあるんですけど、自分の方のブログは、まあ、技術的なやつもたまに書くんですけど、なんかこう、チップスみたいな簡単な記事じゃなくて、結構自分の思ったことを、感じたこととか思ったことを書くような記事にしてるんですよ。まあなんか割と自分のそのコンテキストにマッチしてるような記事はそこに書くようにしてる。ですよね。なるほど。で、別の記事に書いてるのは本当にもう、例えば最近だと、自分の中でやったアプリの修正があるんですけど、あの自分のアプリの修正で、そこで詰まったようなチップスをこう書いたりとかしてて、そっちはもう本当に気軽にもうバン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 書いてるんですよ。だから、もうコンテキストを完全に分けてそこは書き分けてるんで、前者は結構ちゃんとした記事を書くし、後者は、もうまずは数で、とりあえずバン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 書いていくっていう感じなんですよ。で、その、コンテキストを樋口くんに当てはめると、多分前者がそれに当てはまるんで、結構ちゃんと書かないとダメなのかなっていうイメージはありますね。ああ、なるほど。ちなみに、やっぱその記事って誰に向けて書いてるんですかね？やっぱ自分に向けてなんですかね？それとも、なんか誰か同じことやってる人が見てくれたらいいなって感じですかね？それとも、ポートフォリオとして、誰かちゃんとした人に見せたいみたいなのがあるんですか？前者の自分の方のやつの記事は、結構、あ、でもどうだろうな。自分の、なんだろう、メモ的な意味もありますし、その時思ったことのメモ的なこともあるし、まあ共有しても結構いいし、良さそうだし、良さそうっていうのは、なんかこう、共感得られるかな、みたいなので、共有してもいいし、あとは、まあそんな感じかな。で、後者の、今結構書いてる技術のそのチップス系のブログは、基本エンジニア向けで、同じような人向けで困っている人がいれば、助けたいなって思いで書いてる。で、どっちもまあ基本見てもらっていいし広めたい感じはするけど、前者の方はなんか自分を知ってる人が多分見た方がすごい納得いく内容。で、後者は自分を知らない人でもその問題解決になるような記事を書いてるんで、ターゲットがちょっと違うって感じかな。まあでも結構ちゃんと人向けに書いてるんですね。一応意識はちょっとしてるかな。何でもバンバン書いてるっていう感じではないかな。なるほど。そうですね。いやー。ありがとうございます。だから自分もちょっと思ってたのは、なんか、やっぱ、作品作りとチップスみたいなのを分けたいな、みたいなのを思ってて。なんかこういうのを作って、これはどういう良さがあってとか。なんか、そういうのは、なんかちゃんとポートフォリオ的な感じにして、載せたいなってのも思いつつ、なんかそれ作る過程で得たチップスとかは別にしたいなと思ったんで。そうね。やっぱ分けたいですよね。なんか。分けてた方が後からこう、検索するときとかも結構、検索しやすいんですよね。あ、絶対こっちないだろうな、みたいな感じになるんで。そうですね。まあ一緒に書いてても悪くはないと思うんですけど、ダメじゃないし、別にタグとかつければ、分けられるのは分けられるんでいいんですけど、見てる方からしたときに、その、多分見る側の意識が違うんですよね。こっちの記事とこっちのブログとこっちのブログが、内容がもう全然違うっていうのをもともと明確に分かれてた方が読みやすい感じもするんで。そうですね。まあでも、好みかな。そんなこだわることでもないと思うけど、その、樋口くんの場合は、はい。あれなんですよ。その、さっき言った VX スマートっていう肩書きがあるんで、基本そのコンテキストの元書くことになると思うんですよ。ああ。だから、そうなると、結構な記事の質を求められると思うんで、その時に、例えば、
さっき言った作った系とチップス系って、多分まあどっちも価値としてはあるんですけど、作った系の方が多分 V エキスパート的には評価される記事だと思うんですよね。ああ。なるほど。そうかもしれないですね。まあ、人によっても変わるかもしれないですけど、多分そう考えると、まあそのしっかり書く系の方は、その開発しましたよとかっていう紹介の記事とかになったりとか。で、まあ、チップス系はなんか別で、まあ別っていうか、うん。まあ軽く書く感じかな。もう完全に逆で考えたんですよね。V エキスパート系をチップスにして、うん。なんか本当にアプリとか作った系とかを、記事系にしようかなって思う。ああ、そうなんだ。とか。まあ、どっちでもいい気がするけどな。ダメではないと思うし。そうですね。うん。数で勝負するんであれば全然そっちの方がいいと思うかな。そうなんですよね。なんか、チップス系、文章も、なんか、チップス系もありますけど、何ですかね。なんかこう、しっかりこういう実験して、ちゃんとこういう結果得られましたっていうのも分けたいじゃないですか。なんですかね。チップスってなんかこう、間違ってても嫌ぐらいな感じで書くけど、これは間違ってなくてちゃんと調べたよっていうのも分けたいなって思う。そのレベルのやつを V エキスパート向けにしたいな、くらいな感じのこと。まあいいんじゃないですか、でも。いいと思いますよ。そうですね。ダメじゃないと思いますよ、全然。作品のやつはなんか本当、自己満足するという自己満足じゃないですけど、なんかこう、中二っぽい気ですけど、なんか自分を表現してるようなやつをちゃんとこだわって出すみたいな感じにするべきなのかなって思ってて。まあまあいいと思います。なんかまあ自分がブログ書く上で、まあ一つというか、なんかき、あの、心持ちとしてあるのが、なんか義務的に書かないようにしてるんですよ。その仕事としてなんかブログを書くとかってすごい嫌で、本当に気軽に自分が思ったこととかを常に書くようにしてるんで、仕事としてなんか義務的な感じで書かないようになってれば何でもいいと思いますよ。自分が書いてて楽しければ何でもいいと思います。そうですね。なんか、本当何をモチベーションにやってるんですかね。なんかこう、やっぱ、SNS とかだと、みんなからの反応があったりしたりするじゃないですか。ブログとかって。モチベーションは、もちろん自分の場合は、アフィリエイト貼ってるんでお金もモチベーションになってますけど、ああ。やっぱりなんか自分が、その経験したこととか、その試したこととかって、やっぱ残しておきたいんですよ。過去に何やったかって覚えてらんないんで僕。もちろんそのブログにしなくてもいいんですけど、技術系の記事って、その世の中に同じようなことで困ってる人ってたくさんいると思ってて、それを自分の中で閉じ込めておくだけってすごいもったいない気がしてるんで、基本的にその考え、そういうのは全部パブリックに公開して、ね、自分がやったこととして積み重ねた方が、全然、なんだろう、いいと思ってるんで、モチベーション的には、そのお金と、その自分のやった経験を、ちゃんとパブリックに公開して、まあ、なんだろう、自分の強みというか、さっき言ったポートフォリオの一部として、組み込んでおけば、例えばその転職とかしたときに、自分の紹介するときに、あなたどういうことやってきたんですかっていうときに、例えばそのブログの紹介とか、まあ、記事的には、こういう記事を書いてますみたいなので、なんかタグの一覧とか見せてあげれば。まあ大体その人何やってるかってわかるじゃないですか。そうですね。だからそういう意味合いが強いかな、自分は。モチベーション的には。確かにタグクラウドとか見ると、何やってるのかって大体わかります。いや、でも確かに大事かもしれないですね。なんか結構、自分が やってたことを振り返れるものになりますもんね。なんだかんだ自分もだから書き続けてて、まあ初めの方は全部チップス系も自分のブログに書いてたんですけど、何年ぐらいからだったかな？ちょっと忘れちゃいましたけど、分けてからその、
チップス系の方、ほぼ毎日書いてたんですけど、1500件ぐらいもなんだかんだ書いてますもん。だから、それが積み重なって、いろんなことを学んだんだなっていう振り返りになるんで、まあ、無駄じゃなかったかなと思いますけどね。うん。いや、いいと思いますね。実際、僕もなんか検索すると、引っかかることありますもんね。ああ。なんか、まあ、VMware 関係も引っかかりますし、Arduino やってた時とか結構引っかかりましたね。ああ。確かになんか IoT 系の記事も結構書いてたんですけど、もう全くやってないんですけど、未だに引っかかりますね、IoT 系の記事は。なんか自分のやつで。見られてるっていう感じですか。うん、そうそうそう。もうそれ古いんだけどなって毎回思うんですけど、やっぱ出てきちゃうんでしょうね、上の方に。そうですね。うん。ブログ、なんか IoT 系のやつって正直怖いじゃないですか、なんか。真似して。発火したりすることもあるんで。あげてる人多分、多分というか、あんま多くないんだろうなと思います。回路系の話とかになると。ああ。難しいっすよね。確かに確かに。なるほど。あ、でもありがとうございます。まあでもそれ自分の場合なんで、なかなかセンサー、皆さんにこう、共通して当てはまるようなモチベーションじゃないと思うんで。自分なりのこうやっぱりモチベーションを探せるのが一番いいとは思いますけど。そうですよね。うん。なんか自分記録するのすごい好きなんですよ。はい。何でもそうなんですけど。うん。で、その、さっき言った、まあ、ブログを二つ分けてるのもそうなんですけど、文章でこう、ログを保存しておきたいのは全部ブログに書くんですよ、基本的には。うん。で、映像で残しておきたいのは、もう全部 YouTube 上げてるんですよ。あ、上げてるんです。うん、YouTube も、結構ありますよ。結構でもないけど、10個、20個ぐらい。うん。で、声で残したいのは、このポッドキャストに残してるんで、そういう感じでなんかいろいろ、使い分けてる感じですかね。ログの残し方として。うん。で、まあ、それ以外の、どうしても公開できないような情報ってあって、その例えば家族の写真とか、自分のその、なんだろう、引っ越した経歴とか、すごい個人情報みたいなやつはもう、自分のローカルの Git に全部残すようにしてますね。プライベートレポジトリで残すみたいな感じですね。ああうん、GitHub のプライベートレポジトリとか、そういうのに。うん、そうそうそう、はい。ああっていうのがなんか好きだからそういうの続けられてるっていうのもあるかもしれないですね。うん。うん、なんかもう本当に、なんか自分で思ったら全部記録してるんで。そうですね。まあそういうのめんどくさい人もいるんで。うん。うん、そういう人はあんまりブログ書くのとかはま向かない気もするかな。いやーでも、もう一回なんかまあ、やりたい気持ちあるんで、やろうかなと思いますね。うん、なんか、最近思うのは、こう、やっぱ、まあ技術の、その学校とか行って、まあずっと勉強とかしてたりとか、ものづくりとかしてるじゃないですか。うん。まあだいたいエンジニアの人って。で、なんか、やっぱ、なんか内心自分の作りたいものとか、なんか自分の趣味だったらこう作るみたいなのありますけど、うんうん、やっぱ会社でやるのってやっぱ求められてるものを作ってなんぼだなって思うんで、うん、なんかやっぱ自分の趣味とか入れる感じじゃなくなるじゃないですか。チームで開発しようと思ったら、自分の趣味でこう、これを、この言語を使ってみたいなのじゃなくなっちゃうんで、うん、やっぱなんかこう自分の趣味満載で作って、これはこういうところが素晴らしいみたいなのを、やっぱたまにこう吐き出さないといけないし、なんか、こう、60年ぐらい生きて、何やってたんだっけってなっちゃいそうだなって思うんで、なんかこう、そういうことをやって、ちゃんと文章で残しておくっていうのも、やっておきたいなって思ってます、うん。いいと思います。僕はすごいおすすめします。自分がやってるんで、わかるんですけど。そうですね。うん。
ちなみに、まあ、アプリの話になっちゃうんですけど、まあ、開発したいってやつで、アプリ開発しちゃうと、ちょっと一個めんどくさいことがあって、はい、そのアプリを運用し続けなきゃいけないっていうリスクが出てくるんで。後悔するとですか。そう、あ。そこだけ気をつければいいんじゃないですか。利用者がいるので。そうなんですよね。まあ、個人のアプリだから、最悪そのソースコード公開して、やっちゃってね、みたいな感じでやればいいんですけど、結構、そういうわけにもいかない感じになるんですよ、やってると。本当になんか問い合わせとかでこう来て、なんかこの機能入れてよとかね。ああ。うん。バグってるんで直してみたいな。アプリとかでですか？うん、iPhone アプリも来るし、まあ、Android は一応出してはいるんですけど、Android はほとんど、まあ、ちょっと自分のもう開発モチベーションも Android ないんで、公開だけしているだけで、まあ、でも使われてはいるかな。で、一番来るのが、あの、ブラウザーのあのエクステンションを出してるんですけど。ああ。それが一番来る。そうっすよね。なんか、まあ思うんですけど、OSS とか、そういうソフトウェア、無料で公開している人が、うん、メンテナになる人って、まあ、吉永さんそうなんだと思うんですけど、大変ですよね。なんか、うん、そう、大変。大変っていうか、もうモチベーションが続かない。続かないですよね。くれくれって言われるだけで、うん、そう、うん、なんかあの今年か去年最近あった Node.js のなんかのライブラリーで、うん、確か他にもあったと思うんですけど、なんか Faker.js ってやつだったかな、確か Color.js とか結構有名なその JS のライブラリーで、その人オープンソースで頑張ってるんですけど、もうなんか無償でこんな頑張るの嫌になっちゃったっつって、自分でビルドぶっ壊して、わざと動かなくするっていう事件がなんか、あった記憶がありますね。うん。まあ、そんな感じになっちゃう人いると思いますよ、オープンソースは。Python の人も辞めてましたしね。そうそう、うん、まあ、そんな感じ、うん、ほんとそう。しかも、オープンソースっていう立場というか、うん、ソースコードを公開してるんだから、直せばっていうのが多分一番、開発者的な、そのメンテナーの人の思いとしては強いから、そこでいちいちお願いしないでよとは、思ってはいると思うんですけどね。うん、まあでもなかなか難しいですからね、直すの。難しいですね。確かに、それは嫌ですね。log4j とかもだから同じような感じっすよな、でも。なあ。頑張って、うん、オープンソースで頑張ってやってきて、急に脆弱性を、大規模な脆弱性疲れて、まあ嫌になっちゃいますよ、あれも。うん。別に使えって強制してるわけじゃないけど、使ってる人がいっぱい増えちゃったせいで、あんなバッシング食らって、こっちはオープンソースで頑張ってんのに、みたいな。そうっすよね。なりますよ。そうなりますよ。うん。どうしたらいいんですかねって思いますね。やっぱ、なんか、サポートありの OSS みたいなのを、で、マネタイズするのを進めていった方がいいんでしょうね。うん、なんか、レッドハットとか、エラスティックみたいな感じで。そうそう。めっちゃお金を出してくれる。なんか Google とかがなんか、Apple もやってたかな、なんか、オープンソースにこう、頑張ってるやつはお金出しますよ、みたいなのやってるんで、お金余ってるとこがそういうのをやるのが、一番いいと思うんですけど、ただまあ、ね、全部の OSS にそれを行き届かせるのは無理だし、まあ限界はあるかなとは思うんですけどね。そうですね。そもそも、だから OSS みたいな製品使うんであれば、その開発者側使う側がもう心中する覚悟で、やっぱりそういう思いを持ってやんないと。自分はまあ結構、その使ってる、例えば Ruby の自分のホームページの、そのジェムとか、あるんですけど、結構あるんですけど、まあなんか動いてないなとか、なんかあったら自分で直そうっていう思いは自分は持ってるんで、まあ Ruby だからっていうのもあるかもしれないですけど、
そういうふうに、その使う側が思っていれば、まあその OSS のそのコミッターに強く当たるっていうことはまずないと思うんで、まあ、一人一人がそういうふうに思ってれば、ああいう問題は起きないとは思うんですけど、まあ、みんながみんなね、そういうわけでもないだろうし、なかなか難しい問題かなって気がするかな。これは難しいですね。だから、その井口君に言えることは、その書くとき公開したら、一応そういう覚悟を持ってた方がいいっすよっていう。そうですね。ちょっとソースコードとアプリケーション公開しないで動作してる様子だけ公開しますか。完全に。はい、スクリーンキャプチャー撮ってない、それだけね。ありかもしれない。その時代だって感じです。はい。まあじゃあ、その辺は頑張ってください。ぜひどうなったか気になるんで。ああ、ブログですね。速報あるとき、教えてください。じゃあ、最後、軽くじゃあ、メタバース。ああ、メタバース。どうなるかっていう話。ちょっと展望を僕も気になってるんで聞きたいんですよね。聞きたいですね。僕も聞きたいですね。フェイスブックが、なんかメタって会社に変わったじゃないですか。で、オキュラスイフトが、メタスイフトでしたっけ？とかに変わったりし、なんか本気出すんだなって感じもありますし、なんか年末あたりから、なんか利用者がすごい急増してるみたいな話聞くので、まあいいんだろうな、とは。いや、でもさっき、僕が登壇するのに全然魅力感じなくなったっていうのは、なんか、あれ結構解決策になりそうだなっていう雰囲気は感じますね。なんか、やっぱ登壇した後に、なんか、スペシャルチャットとかあるじゃないですか。はい。はい。ああいうのに、で、なんか雑談してくださいね、みたいなのがあるイベントとか結構あるんですけど、やっぱ登壇スペースが、まあ、ズームで、雑談がスペシャルチャットみたいに、プラットフォームが分かれちゃうと、全然やっぱ人来ないんですよね。うん、でもなんかああいうメタバースみたいなので会議室があって、そこでなんか登壇してる様子を見てたりすると、やっぱ隣に人座ってたりするんで、まあ、その後の会話とかもはかどるんだろうなっていう気はしてます。なるほど。なのでなんか結構登壇とかの会場とかでメタバースみたいなのが使われたら、ありがたいなって今思ってます。なんか今年か去年かなんかの MS とかどっかのカンファレンスみたいなのはメタバース使ってましたよね。ああ、そうなんですね。実際にそういうなんかブースみたいなのも全部メタバース空間上にあって、そこに行くとなんか話聞けるみたいな。なんすかね、でもなんか僕たちでやっぱこう、僕たち勝手に巻き込んでますけど、リアルな、やっぱり、会場体験して、それで育ってきた世代なんで、仮想現実がすごいしっくりくるんだと思うんですけど、なんか、本来的にはなんか現実空間と違うプラットフォームでもいいんでしょうねとは思いますよね。なんか、本来登壇して雑談がその後に一緒に登壇した人とできればいいっていう話だと、別に仮想現実じゃなくてもいいんだろうなっていう気持ちはあるんですけど。まあでも参加者側の、気持ちとしては、やっぱズームとか、ああいうチャット系のやつって、割と個人に紐づいてるアカウント使ったりする場合あるじゃないですか、会社のアカウントとか。はいはい。で、メタバースだと、なんかアバターにこう化けたりしていろいろできると思うんで、参加者側的にも、なんか話しやすかったりすると思うんですよ。だから、そういう意味でも、ああいう空間で実際に、本当に好きなキャラクターで話しかけて
気軽に話しかけるみたいなんだと、参加者側的には、なんかいいのかなって気もするかな。まあ、人によるかもしれないですけど。そうそう、人によるかもしれないですね。うん、なんか MMORPG とかよくやってた人は、多分、全然苦じゃないかなと思うんですけど。本当なんかリア対面大好きな人とかだと、やっぱアバターだと表情わからなかったりしてとかあるんだろうなと。なるほど。でも、どうなんだろうな。そもそも、じゃあメタバースみたいな仮想空間が、その、世間一般に流行るかみたいな感覚で言うと、自分はそんな流行る感じはしないと思ってるんですよ。うん。うん、やっぱりその、今言ったみたいに一部の、そのエンジニアみたいな人が、とか、まあ、ある程度こう、ネットの世界のことを知ってる人というか、うん、さっき言ったみたいにそのオンラインゲームを基本やってて、そういうふうな、なんだろうな、文化とか、交流の仕方を知ってる人みたいなのは、結構メタバースみたいなのは、そんなにこう参入障壁が高くないイメージがあるんでやると思うんですけど、じゃあうちのお母さんがやるかって言ったら多分やらないんですよね。そうですね。だから、まあ一部の人のコミュニケーションツールとしては入るとは思うんですけど、その世間一般的に、すごいじゃあ例えば LINE とか Twitter みたいな感じで入るかっていうと多分そこまではいかないと思うんですよね。うん。だからそこの線引きをした上で、ある特定の分野における、なんだろう、クリティカルツールみたいな感じで、流行るというか、まあ、使われていく感じになるのかなっていうのが、うん、自分の感想というか思いかな。そうですね。そのさっき言ったみたいに、やっぱり代替製品ってあるじゃない、あるわけじゃないですか、もうすでに。コミュニケーションを取るっていう意味だけであれば。それこそ YouTube ライブでもいいわけじゃないですか。そうですね。ただまあそういう時に、さっき言ったみたいに、その雑談する時に、もちろん YouTube ライブだとやりづらいし、ズームだと話しかけづらいな、みたいなのがあって、じゃあ別のツール使いましょうってなると、それが面倒だから、もう一緒くたてメタバースっていう考えは全然あると思うんで、やっぱりそういう、ある、なんだろうな、状況における、その、最適ツール、みたいなのがまあメタバースなのかなっていう気がするかな。うん。うん。最適なんですかねっていう感じはすごいするんですよね。なんか、なんですかね。なんかこう、やっぱり、なんですかね。現実というか、やっぱ今までのになんか、すがってるなっていう感じはすごい感じますよね。仮想現実って。うん、まあ、だって、ね、そもそもメタバースって言葉は、なんだろう、今なんか生まれたみたいな感じですけど、もう昔からあるわけじゃないですか。さっき言ったみたいな、ゲームでもうすでにそういうような状況に、ね、状況というか使ってる人もいるわけですし、昔セカンドライフっていうゲームがあって、すでにそれはメタバースだっていう感じだから、なぜ今メタバースっていう言葉が、なんかこう再熱して、なんか流行るのか流行んないのか、もしかしたら誰かが無理やり流行らせようとしてるのか分かんないですけど、なぜこう急に再熱したかっていうのは、個人的にはよく分かってはいないんですけど、多分一つ、その、種というか、再熱した、その理由としてあるのが多分コロナなんですよね。うん、そうですね。外出できないかな、そういう外出した気分になれるような、みんなでこう話せるような空間を作ってあげれば、家にいても、ね、例えば、田舎にいる何、友達にこう会えますよ、みたいなね。リアルで会ってるような感じになれますよ、みたいなのが、まあ一つあるんで、まあそれの解決策として、メタバースみたいなのがあると。とはまあ思ってはいるんですけど、でも、ね、別に使わなくてもいいじゃんっていうのが、実はあるんで。そんなに流行んないだろうっていう気しかしないんですけどね。そうですね。まあ、あとまあネットワークの品質とかがすごい上がってるとか、そういう背景もあるんでしょうけどね、世界的に、うん。そうね。やりやすくはなってんのかなって気はしますけど。最近だと
VR チャットだっけ、なんだっけな、VR チャット、はい、だったかな。あります。まあ、あれが有名というか、まあ、まずやろうぜみたいな感じで、ユーザーも多そうなんで、だいたいなんかああいうのから始めて、うん、で、なんかニュースフィード読んだりとか、お天気を、今日のお天気をメタバース上でチェックするみたいな人はなんかいるらしいですけどね。うん。なんかの掲示板みたいなの、みんなで集まってこう、ごちゃんみたいな掲示板みたいなのもあって、そこでリアルに、リアルにというか、メタバース上で集まってその、書き込むみたいなのをやったりとか。まあなんか見てる感じ、楽しそうな感じはするんで。まあそうですね。ゲーム感ありますよね。まあ、いいのかなって気もするけど、なんかすぐ飽きちゃうかなって気もするかな。うん。本当ですね。しかも、あれですもんね。だって、まあなくてもできると思うんですけど、VR ヘッドセットがないと動かないのとかもありますもんね。もちろんゲームとかはそうですけど、うん、VR ゲームとかは当然そうだし。だから、結構なんかその、なんだろう。まあお金かかっちゃう。初期投資結構かかっちゃいそうなイメージも。若干するかな。まあでもなんかクラスターとか触ったらなんか FPS 感覚で操作できましたけど、ね、視点マウスで。普通にそういうのもあるんですよね。だからそういうのだったらいいんですけど、あれって別にメタバース感なくないですか、でも。確かに。そうですね。普通にマインクラフトとかか。いわゆるなんかそう MMORPG みたいな、なんだっけ。あの、アメーバピグとかあったじゃないですか。はいはい。今あんのか知んないですけど、まああれと一緒じゃないですか、正直。うん。だから、そうじゃないでしょって気もするんですよね。それは昔からありますよ、みたいな。で、実は自分が話したかったのはそこじゃなくて、メタバースの話はもう正直どうでもいいんですよ。あ、そうなんですか、すいません。そう。メタバースは実はどうでもよくて、自分が流行るなと思ってるのはやっぱ NFT なんですよ。はいはいはい。うん。NFT が、その、メタ空間上で使えますよっていうのがあるから多分メタバースが流行ろうとしていて、その今までのその仮想空間っていうのは、その仮想空間内でしか、その存在しない通貨とか、アイテムとかっていうのをこう交換できたんですけど、NFT が加わることで、そのリアルマネーがゲームの中で動くんで、それがやっぱり大きいんですよね。だ逆に言うと、NFT を実装してないメタバースは、もうメタバースじゃないと思ってるんですよ、僕は。だから、要するに、さっき言ったみたいなアメーバフィグとか、なんだまあ普通のマインクラフトのマルチプレイとかっていうのは、なんかくくりとしてはメタバースっぽいんですけど、まあ僕的にはメタバースではないかなと。あくまでも NFT がこう使えるような世界じゃないとメタバースではないと思っていて、まあ世間を騒がしてるのはどちらかというと NFT かなと。いうのが本音。なるほどですね。うん。ちなみに NFT 持ってます？なんか。持ってないですね。なんか、ニュースで、あれですよね、うん。なんか最近の小学生の自由研究とかで使われてるとか。そうそうそう。なんかすごい高額で絵を取引されたみたいなの見たことあるぐらいで。持ってないですね、コンテンツ。うさんくささマックスですけどね。だっておかしいじゃないですか、どう考えても。全然よくわからない少年が描いた絵が何百万円で売れるって、そんなの普通に考えたらありえないじゃないですか。うん。だから、本当になんか、なんだろうな。怪しい、なんか宗教に勧誘で買わされてるというか、なんかそういう、今のところはまだ闇が動いてるようにしか僕は感じないんですけど。あ、まあ結局、今の NFT って主流は全部イーサリアムなんですよ。暗号通貨のイーサリアムでできてて、で、あそこのトークンを買うのと一緒なんで、基本的にはもう暗号通貨やってる感じなんですよね、NFT って。その買ってる人からすると。だから、そのなんだろう。買ってる人は多分昔からそういうのやってる人なんですよ。
で、そういう人が今、その暗号通貨上がるだろうなって言って買ってて、まあ、盛り上がってるだけで、要するに全然そういうの知らない人が、わけわかんない少年が描いた謎に高い絵を買うわけないんですよ。普通に考えたら。そういう人がとりあえず安いうちに買いあさって、イサリアムが上がれば価値上がるんで、そこで売るっていうようなことをする。なるほど。っていうだけかなと今んとこは感じてる。ただ、一つ可能性として感じてるのもあって、そういう絵とかはちょっと自分よくわかんないんですけど、さっき言ったゲームの世界で NFT 使えるんで、要するにすごいレアアイテムとか、その、なんだろうな、世界にそのゲームの中で、その、限られた数しか存在しないアイテムみたいなのっていうのは、結構ゲームの世界ではあると思ってて、それは NFT すごいマッチしてると思ってて、NFT って、そのデジタル資産を、そのブロックチェーンに紐付けるのにミントするっていう仕組みがあって、ミントすると、ブロックチェーンの世界でこう、トークンとして生まれるんで、そうすると本当にそれが、もう世界に一つしかないっていうのが証明できるんですよね、必ず。ブロックチェーンのハッシュとして登録されるんで。だからコピーとかできないんですよ、不正なものとして。だからゲームとかだと、その本当に、その例えばなんだろう、伝説の剣みたいな NFT を作って、それを、例えば樋口くんが買えば、もうそれは必ずもう樋口くんしか持ってない伝説のアイテムになって、そのアイテムがないとなんか倒せない、敵とかが存在すると、その剣の価値がものすごい上がるっていうのは、まあなんとなくわかる、イメージつくじゃないですか。ゲームやってると、はいはい。だからそういう使い方としての NFT は結構なんか流行るんじゃないかなと思ってますね。うん。うん。そのコピーできないっていうのがすごい大きいんで、偽物を作れないっていうのがすごい NFT の魅力の一つなんで、なんか例えばその、今の世の中でもなんか偽物って結構流通するじゃないですか。何でもいいですけど、そのブランド物とかなんか偽物でこう、ね、よく出るじゃないですか。まああれはデジタルじゃないかもしれないですけど。うん、なんかそれがもう完全に防げる手法の一つなんで、まあ今デジタルの世界しか、NFT できないですけど、なんかそういう商標権みたいなのを完全に守れる術がそこで生まれるんで、それはかなり、ゲーム作る側としても、ゲームをやる側としても、なんか結構魅力なんじゃないかなって気がしますかね。うん。なるほど。っていうのが僕の思い。うん。うん。なんかちょっと自分、そのメタバースのゲームで、さっき出たマインクラフトってあるじゃないですか。はいはい。あれも実は NFT 化されたマインクラフトがあって、NFT 化されたというか、NFT に対応したマインクラフトがあって、なんだっけな、マイメタマインクラフトだったかな、確か名前が。でそこに、そのサーバー公開されてて、そのサーバーログインすると、実際にその NFT 使えて、で、例えばなんか、その世界に一つしかない、なんか剣とか、なんかあるコンテストで優勝すると、その人に与えられる土地があって、その土地は、その区画はもうその人しか使えませんみたいな仕組みになってて、あ、これ面白いなとは思いましたけどね。うん。まあ多分使われ方としてはそういう感じなんだろうなっていう印象かな。うん。本当になんか立ち入り禁止みたいになってるんですよ。あなたはここの土地の所有者じゃないので、ブロックを置けませんみたいになってて。物とかも壊せないようになってるんで。まあ、こういう感じで使われるのかなっていうのは、実際に体験してみました。なるほどですね。はい。これ、そうなんですよね。よくわかってないんですよね。ブロック。いや、僕も、なんかよくわかってないです。なんか、中央集権で、その資産が管理されてた時代まで、さっきのこの、マインクラフトってここ入れないとか、伝説の剣とかって、どこか一個のサーバーで所有者管理してたらいいじゃんって思うんですけど、NFT は、
やっぱそれと、やっぱ違うんですかね、なんか。マインクラフト以外のとこでも、やっぱり、そうそうそう。その資産として認証される点が違うんですよね。うん、そう、うん。一応自分の持ってるものとして、ウォレットに紐づいてるんで、ゲームの世界以外でも見れるというか、うん、価値としてはあるって感じです。まあもちろんゲームの中で使えるのもあるんですけどね。まあでも、うんうん、まだまだ一部の人が盛り上がってるだけですよ。感覚的には。うん。うん、そうですよね。なんかでも不思議ですよね。ソフトウェアの世界でもやっぱ所有したいっていう、ことはあるっていうことなんですよね。まあ、当たり前かもしれないですけど、ゲームとかで。だから、デジタル資産であれば、むしろ何でも今 NFT できるんで、例えばこの僕のエピソード全部 NFT 化して売るっていうのもできるんですよ。うん。うん。誰が欲しいか知らないですけどね。そうすると、自分のこの高木っ気ポッドキャストの1話は、あなたが所有してますって言って、完全オリジナルはその人しか持てませんみたいなね。うん。っていうのはまあできるんですよ。ソースコードとかね、できるといいんですけど、まあ、ちょっと難しい感じもちょっとするかな、ソースコードとかだと。できなくはないと思うんですけどね。だクラウドとかも、実はできなくはないんですよね。例えば、このインスタンスを NFT 化して、このインスタンスは完全あなたの所有物ですみたいな。同じものは二つとして作られませんみたいな。できなくはないと思うんですけど、そこに価値があるかっていうと多分ない。から、まあなんかやるとしたらなんかゴールデン IP みたいなので、この IP はすごい価値のある IP なんで、持っといた方がいいですよとか。まあそういうのあるかもしれないですけど。まあちょっとまあ、できなくはないけど、まあやる価値はなさそうかなって感じかな。IP っていうのは、その IP アドレス。あ、IP アドレスの方かな。とかかな。まあいろんなのなんか、まあ今は多分、一番、そのミント化されてる NFT になってるのは、まあ絵かな。絵と、音楽音だと思うんで。なんかどこの会社か忘れましたけど、なんか、その原画なんかのアニメの原画みたいなの全部 NFT 化して売り回すみたいなとかもやってるんで。まあそういう感じで、まずはこう著名な人が書いたやつがこう NFT 化どんどんされていくのかなって気がしますかね。うん。うん。なるほど。うん、やっぱ難しいですね。コピーできないっていうのがいまいちやっぱ理解できないですよね。もうオリジナルはコピーできないっていう感じな、なんかだから、本当にただ、同じものとか絵をコピーするのって、単純にじゃあスクリーンショット撮って、それどんどんコピーすればできる話になるじゃないですか。はい。で、普通になんか例えば自分のサムネにするとかできるんですけど、ブロックチェーンの世界で、そのものは一つしかないっていうのを証明できるだけなんで、やろうとしたら、多分、証明として、だから、これはコピーしてるものです、してないですっていうのを判定するのに、自分のブロックチェーン、ブロックチェーンの中にそのトークンがあるかっていうのを調べる感じになると思うんで、多分使われ方としてはそういう使われ方しかできないかなって気もするんですよね。うん、そうですよね。なんか、絵とかの話だと、例えばブロックチェーンでその NFT 化されてないやつがあって、うん、誰かがコピーして NFT 化したら、その元々本当にあったオリジナルを贋作と見なせるかって言われたら見なせないじゃないですか。ああ、見なせない。見なせしたらいけないじゃないですか。うん、どうなるんですかね。なんか多分それも一応なんかいろんなメタ情報を付与できて NFT って。はい、例えば、作者とか、その発行元とか、なんかいろいろなんかキーバリューで設定できるんですよ。はい。だからそういうのでも証拠するしかないかな。誰が出してるのかとか、誰が買ってるのかとか、まあ、クレジットみたいなのつけられるんで、まあそれで判定する感じかな。
から今後との、なんていうか、自分が作ったって証明したいようなものを外に出すときには、先にそれをやっとかないと、盗まれる可能性ある。まあそうだね、盗まれる可能性はあるね。うん。だからもしかしたら、自分のその今さっき言ったポッドキャストのエピソードが実はもう NFT 化されてる可能性もゼロじゃないですからね。僕がしたら、これ僕が作ったのに、勝手に配らないでくださいよ、みたいになっちゃう。でもそっか、その、どちらかというとでも、利用するプラットフォームが NFT 化してるコンテンツじゃないと、そう、使えませんよっていう風にして、最初からしてくれてさえいれば、なんとなく、あれなんですよね。うん、でもそうすると、やっぱり、なんか、マインクラフトだったら、マインクラフト側が元から、これは誰が所有してるものかって管理すれば、いいような気がしちゃうんですよね。うん、まあそうだね。難しいですね。結局それが、なんか、サードパーティーの人が管理してるようになっただけな。感じしますよね。まあそうだ、分散して、ちゃんと管理されてるって感じですかね。うん。そう。難しいですね。すいません、ちょっと勉強不足で、すいません。いや、自分もよくわかってないんで。とりあえず流行ってんなぐらいでいろいろ試した感じですね。はい。まあ、そんなもんかな。結構話したんで。はい。はい、ああ、すいません、ありがとうございます。話せなかったのは、まあまた別のエピソードで話すか、また次回ね。本当は樋口くんは1月分だったんで、1、2、3、4、5、6、7月かな。夏場にまた収録するんで、その時に、まあ話せなかったのでもいいし、また新しいの話せばいいかなと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。よかったですね。じゃあ、去年1月だったんで、うん、また今年の抱負とか、いうことになるのかなと思ってドキドキしてた。避けられてよかったですけど。確かに、なんかその話したね。なんかありますか？いや、ないです。ないですか？あのブログ書こうと思ってるぐらいですね。そうね、うん。はい。期待してます。なんか、何かあります？僕、なんか一応、ブログ書いたんすよね、確か。去年の反省と今年の抱負みたいなので、毎年、なんか OKR みたいなのやってるんですけど、なんか書いた気もするけど、来年は新規アプリ開発、モチベーションを維持する、引き続き断捨離&アウトプットらしいです。なるほど。断捨離ちゃんと目標に入ってたんです。わ、うん、かりました。まあ、断捨離かな。ちょっと頑張って、また続けたいのは断捨離ですかね。うん。まあ、そんな感じで。はい。頑張りましょう。はい。頑張りましょう、お互い。はい。では、またよろしくお願いします。はい。じゃあ、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい。失礼します。はい。